三井住友フィナンシャルグループ株式会社三井住友フィナンシャルグループ三井住友フィナンシャルグループは三井住友銀行 SMBC 都市銀行三井住友カードクレジットカード会社三井住友ファイナンスリース日本総合研究所 SMBC 日興証券を参加に置く金融持ち株会社である東証名称 ニューヨークに上場している。略称は SMBC グループ。上場銘柄としての略称は単に三井住友としている。その名の通り、三井グループと住友グループの両方に属する。他のグループ企業と経営統合をしたのでもないのに、既存の子会社との間で持ち株会社を設立した背景には、三井住友銀行の財務状況の改善がある。 若塩銀行との逆さ合併前、2005年から FG 社長、SMBC 会長は桜、三井出身の北山帝介、SMBC 東取、FG 会長は西川義文の後継者、SMBCSMFG ともにと兼ねてから、目されていた奥正幸がそれぞれ就任し、休校同士で役割を分担した。2007年は中期経営計画リードザバリューの 初年度に当たるが、規模では同グループを凌駕する三菱 UFJ フィナンシャルグループに通期準利益で肉迫する勢いであり、サブプライム問題で後退を余儀なくされた水保フィナンシャルグループを大きく上回る結果を残した。2009年5月には金融危機で経営難に陥ったシティグループから日光コーディアル証券、日光シティグループ証券の事業を取得すると、 発表した。2011年4月現在、都市銀行、新宅銀行を参加に持つ金融持株会社としては、リソナホールディングスと共に、全国銀行協会の持株会社会員とは、なっていない。いわゆるメガバンク系列では、唯一の非加盟持株会社である。証券部門では、従前は、大和証券と提携、ホールセール証券を行う大和証券。 SMBC を共同出資で運営していたが、2009年10月に日光コーディアルグループを買収、子会社化し、大和証券との提携は解消された。消費者金融部門においては、プロミス、現 SMBC コンシューマーファイナンスに出資、SMBC を通じ株式の20%を保有し、提携として合弁事業、アットローンを展開していた。現在はプロミスを 完全子会社化した上で、アットローンを吸収合併させている。2006年5月には、事業者、金融日清、現、NIS グループの第三者割当増資80億円超を引き受けており、中小企業向け無担保ローン市場でも提携する予定。外資金融機関としては、旧住友銀行時代より、ゴールドマンサックス、GS との関係が深い。銀が、 海外進出に積極的だった1980年代後半には、住銀は GS に出資。その後の金融不安を経て、この関係は逆転し、SMFG の自己資本増強のための優先株発行1、503億円を GS が引き受けた。これは、年率4.5%の配当を25年間保証したのみならず、さらに普通株式への転換条項。 3分の1まで転換価格を下方修正可能な MSCB の一種、加えて SMFG が GS の投資業務損失を21億ドルまで信用保管 GS の再建13億ドルを SMFG が購入するという条件付き GS に極めて有利なものであった。この一連の交渉は金融当局を巻き込んで水面下で進められたもので 取引企業を引き受け先とする一兆円増資を行った水保フィナンシャルグループと共に数多くの批判が上がった。三井住友フィナンシャルグループはメガバンクグループで唯一リテールにも対応した信託部門を有していない。しかし一般銀行、損害保険、建設業の各分野において三井と住友の統合が進められた余波もあり、 2009年11月6日、中央三井トラストと住友信託銀行が経営統合する方針を発表し、三井住友トラストホールディングス、SMTH が発足した。SMTH は2012年4月に三家の3信託銀行を統合し、三井住友信託銀行とした。一方で、SMFG は2013年10月に、 ソシエテジェネラルより、ソシエテジェネラル信託銀行全株式を、三井住友銀行が取得し、SMBC 信託銀行に解消した。他の金融グループは、以下の対応を取った。東海銀行並びにその系列企業が圧倒していた、東海地区の金融事情であるが、MUFG 発足伴う三菱系、企業主導による再編でそれを嫌う旧、東海銀行系企業の MUFG から、 smfg への移動が見られる。また、三井住友銀行も従来手薄だった、東海地区支店を順次開設していたり、新たに名古屋銀行と ATM 総合を開放して、手数料を引き下げたりするなど、基盤強化に努めている。三井住友フィナンシャルグループの中核市会社である、三井住友銀行の前身業である、住友銀行及び、 桜銀行の前身業の一つである太陽、神戸銀行はいずれも関西地区に本社など基盤や拠点を有し銀行である。さらに、関西地区においては、第二地方銀行である関西アーバン銀行及び港銀行がグループ内に存在し、グループ全体で強固な基盤を有しており、歴史的な関わりも深く、取引先も多い。その一方で、 バーゼル3などの国際的な金融規制の対象となっており、それらの規制強化により、資産の効率化による資本効率の向上が最重要課題とな、いた。この規制への対応という観点では、関西アーバン銀行及び港銀行という2つの大日銀をグループに抱えることは重荷となっており、早々に両行を売却することで、 自己資本比率を0.5%程度に引き下げ、この課題をクリアすることが求められていた。そうした中で、2017年2月20日、日本経済新聞及び読売新聞を中心とする各種報道機関により、三井住友フィナンシャルグループでは、リソナ銀行を中心とするリソナホールディングスが設立す中間持ち株会社に関西アーバン銀行及び港銀行と リソナホールディングスの完全子会社である近畿、大阪銀行をぶら下げる形で経営統合を実施することを検討していることが報じられた。また2017年2月25日、日本経済新聞において三井住友フィナンシャルグループとリソナホールディングスは系列の関西の地銀産業を来春に経営統合をすることで大筋合意した。とする記事が掲載された。 2017年3月3日、三井住友フィナンシャルグループ、リソナホールディングス、近畿大阪銀行、関西アーバン銀行及び、港銀行の各社は、近畿大阪銀行、関西アーバン銀行及び、港銀行の経営統合に関し基本合意に至ったことを発表した。関西アーバン銀行及び、港銀行の三井住友フィナンシャルグループ参加の2行と、 リソナホールディングスの完全子会社である近畿、大阪銀行がぶら下がる形で新たな金融持ち株会社を作る。金融持ち株会社はリソナホールディングスの連結主会社となり、三井住友フィナンシャルグループの持分法適用会社となる。2017年9月26日、この統合計画について三井住友フィナンシャルグループ、リソナホールディングス、近畿大阪銀行、 関西アーバン銀行及び港銀行の間で最終合意に至ったこと並びに金融持ち会社の社名を関西未来フィナンシャルグループとすることが公表された。関西未来フィナンシャルグループは東京証券取引所に上場している関西アーバン銀行及び港銀行と株式交換をい、両校の既存株主に関西未来フィナンシャルグループの株式を割り当てるとともに 東京証券取引所に上場する予定。2017年11月14日、関西未来フィナンシャルグループが設立され、今後段階を踏んで、経営統合、システム統合並びに、近畿大阪銀行及び関西アーバン銀行の会社合併を行うことが公表されている。2018年2月20日、リゾナホールディングスによる株式公開買い付けにじた結果、 港銀行が連結主会社から持ち分法適用関連会社となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。